武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、鳥取大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、時間90分で大問が5題、出題されており、計算分野からの出題が、割と多め、で、知識、問題、や、まあ、反応式などの記述も出てくるような形ですね。で、計算問題は計算課でも書く必要があるので、計算練習用の参考書を1冊、追加でやっておいた方がいいでしょう。問題のレベルは基礎から標準的な難易度が、多く、論述もたまに出るんですが、論述そのものの出題率はそこまで高くはないので、基本的にはマーチレベルの参考書をしっかり、仕上げる、プラス、まあ、ゼロから始める科学計算の解き方、などの、計算問題集1冊、仕上げて、あとは過去問をしっかりやり込んでおけば十分対応できる難易度かと思います。特に医学部医学科を受ける場合ですね、に関してはここの問題で取りこぼすということはほぼ、ない問題ばかりだと思いますので、裏を返すと、ミスを、すると結構不利になる可能性が、高いかと思いますので、こちらは徹底的にですね、やり込んで、ノーミスでいけるように、心がけていきましょう。もう見た瞬間解き方が全然わからないという問題は、まあ、おそらく、基本的に出ないかなと思います。ただ、まあ、計算問題が、多い分ですね、いろんな分野で結構その計算が聞かれることが、多くなってきますので、どの分野も、苦手分野作らず、標準問題であれば一通り全範囲、どこが出ても解けますよという状況を作っていくように心がけてください。またその問題文をもとに、その場で、考察する、ような、ものを求められることもありますので、答えの暗記ではなく、しっかり考えて解けるように心がけてください。以上が科学の勉強となります。